皆さん、こんにちは。オーストラリア&ニュージーランドで行われている女子ワールドカップが盛り上がっていますね。そして、オーストラリア女子代表の試合が大注目の一戦となりました。8月7日に行われたラウンド16で、オーストラリア女子代表はデンマーク女子代表と激闘を繰り広げました。すみません、ここで登録ボタンお願いします。それでは、続けます。開催国オーストラリアグループ B1 位と4大会ぶりの出場となったデンマークグループ D2 位による対戦は、両国の熱い戦いが繰り広げられました。試合はオーストラリアがデンマークの先制攻撃に対しても落ち着いた守備を見せる中、デンマークもオーストラリアの守備を崩す好機を迎える場面がありました。しかし、オーストラリアの堅守とデンマークのシュートの正確さはありましたが、先制点は生まれませんでした。そしてオーストラリアが先制点を挙げたのは29分のこと。オーストラリアが自陣からのインターセプトでボールを奪い、メアリー・ファウラーが素晴らしいロングスルーパスを供給しました。ケイトリン・フォードがそのボールを受け取ると高速スプリントで相手ディフェンスを抜き去り、冷静にゴールへと流し込みました。このゴールでオーストラリアは一気に勢いをつけ、約8万人の大観衆が大声援を送る中、前半を1点リードで終えました。後半に入ってもオーストラリアはデンマークに対して堅い守備を維持、さらに70分には追加点を挙げることに成功しました。エミリー・ファンエグモンドからのパスを受けたヘイリー・ラソが冷静なシュートを決め、オーストラリアは 2-0 とリードを広げました。そしてこの試合で注目を集めたのはオーストラリアのエースサマンサカーの復帰でした。試合終盤にカーがピッチに登場し、ファンから大きな歓声が沸き起こりました。彼女は怪我を克服し、今大会初出場を果たしました。オーストラリアは終始堅守を見せ、デンマークを2対0で撃破。2015年のカナダ大会以来となる準々決勝進出を決めました。次は準々決勝でラウンド16のフランス女子代表グループ F1 位 VS モロッコ女子代表グループ H2 位の勝者と対戦します。オーストラリア女子代表の活躍に引き続き注目して応援しましょう。女子ワールドカップの熱戦はまだまだ続きます。